中世記念堂は、中華民国の台北市中世区に位置する施設。初代総統である、紹介石の検証施設で、台湾の三大観光名所の一つであり、中国の伝統的な宮殿領防止機が採用されている。なお、中世記念堂の中世とは、紹介石の本名である。 1975年4月に紹介席が死去した際、行政院は全国民の哀悼の意を表すことを目的とする記念堂の建設を決定し、同年6月26日に14人の政治家、文人、実業家からなる中世記念堂建設委員会を設置した。同年7月、委員会は対局的な建設方針を決定し、 また、民間の専門家の意見を取り入れ、8月22日には、コンペティション要項を公開した。その1年後、43組の応募の中からよくせいの設計案が採用された。中世記念、同ヒカルソナイ少ヒカルソ委員が、建設準備を推進し、紹介席の生誕から90年にあたる1976年10月31日に、 気候式が催され、1980年3月31日に完成した。紹介席成挙5周期の4月4日に合わせて、落成式が盛大に開催され、海外の3000名余りの家境、家人が参加し、翌4月5日に一般公開された。民進党政権下での台湾マサナ運動の影響で、2007年には台湾民主記念館に改名され、 入り口の門に書かれた大中止性の文字が自由広場に掛け替えられ、儀場態交代式が中止していた時期がある。国民党が政権復帰した2009年に再度元の中世記念堂に戻る。国家儀劇院国家音楽庁中世記念堂の敷地面積は25万平方メートルに上り、日本統治時代の三方体、不評第一連隊の組用地跡地である。 敷地中には、本堂の他に、国家儀劇院、国家音楽庁、公園広場、休息所、回廊、庭園、池なども併設されている。本堂をはじめとする、これらの施設は市民たちの憩いの場となっているほか、公園広場は、政治的な集会の場として使用されることも多く、特に1987年の開元霊会所後には、 学生運動やストライキの集合地点としてしばしば使用された。また、中世記念堂の最寄り駅である台北地下鉄の中世記念堂駅はホームが中世記念堂を意識したデザインになっているほか、出入口も記念館へ向かうことを配慮した設計となっている。 西の東側に位置する記念本堂の面積は約1万5000平方メートルで、建物の高さは70メートルにも及び、西にある中国大陸を望むように設計されている。本堂正面には高さ30メートルの大中、至る正門と他2つの門があり、その内部はメインフロアと近いに分けられている。メインフロアの奥には巨大な小解石の銅像が、 設置されており、銅像の上部には、小解析の基本政治理念であった、倫理、民主、科学という三民主義の本質が、像の土台には、小解析の言葉がそれぞれ記されている。日中は、像の両脇で、儀状態が警護しており、1時間ごとに、交代の儀式が行われる。なお、フロアの天井の最上部には、国章である、聖天白日の気象が描かれている。 また、地下には、以下のような施設が設置されており、それぞれが、紹介席の検証施設としての役割を果たしている。なお、地下にはこの他にも公園ホール、懐音ギャラリー、中世ギャラリー、橋本ホールといった施設がある。午前6時30分に、議状態が中世記念堂に進駐し、午前9時より、警護及び毎時交代儀式が行われている。 儀状態交代式は台湾観光の名物となっている。なお、儀状態の交代儀式は水曜日は午前10時から午後6時まで、それ以外の日は午前10時から午後4時まで、1時間ごとに行われている。中世記念堂前景、紹介席を追悼する場であると同時に、中国文化、精神と中華民国の思想を示す場でもあるため、建物の 各部分が様々なテーマに基づいて設計されている。台湾民主記念園区文化部文化、資産局国家文化資産も中世、記念堂文化部文化資産局国家文化資産も、ABCDFGH e 長谷川、790ページ。白、5ページ。白、6ページ。白、7ページ。白、9ページ。台湾民主記念館の変革が、 中世記念堂へと現状回復。台湾ニュース。台北中日経済文化代表どころ。2013年12月8日閲覧。ガイドサービスについて。国立中世記念堂。2015年8月7日閲覧。ありがとうございます。